加瀬寮は日本の俳優。神奈川県横浜市出身。アノレ所属を経て2018年に個人事務所、寮経税オフィスを設立。身長174センチメートル。加瀬豊の長男として生まれる。父親の仕事の都合により生後間もなく渡米。7歳までの約7年間をアメリカ合衆国のワシントン州ベルビュー市で過ごす。 中央大学小学部に進学。大学時代は、4年間ボードセーリング部に所属。先輩の出ている舞台に誘われ、そこで生まれて、初めて見た芝居の面白さに惹かれたのをきっかけとして、役者を志すようになり、大学卒業前に突然、役者になりたいと父に告げたところを反対され、喧嘩になり家を出た。そのため、父とは、しばらく疎遠になり、代わりに、 母が時々電話をしてきたという。映画、ピクニック、フライドドラゴンフィッシュを見て、俳優、浅野忠信に憧れ、彼の所属事務所である、アノレに手紙を送って、大学を中退後百9 9 8年に同事務所所属となった。CNN の、まだ世界的に名前は、売れていないが、演技力のある日本の俳優7人の一人に、選ばれた。 浅野の月き人からスタートし1年間経験を、バトルロワイアルなどの現場に制作スタッフとして参加しながら、2000年に映画、五道霊戦記でスクリーンデビュー。以降、映画を中心に活動を続ける。雪貞大佐尾監督、ロックンロールミシン、黒沢清監督、叫び、森崎あず監督、鶏は裸足だ、須尾正幸監督、それでも僕はやってない。 山田洋二監督、弟、北野武監督の、アウトレージなどの日本映画をはじめ、クリント・イーストウッド監督の、伊尾シ島からの手紙、ミシェル・ゴンドリー監督、東京、インテリアデザイン、ガスバン、サント監督、永遠の僕たち、アッバス・キアロスタミ監督の、ライク・サム・ワン・イン・ラブなど、海外の監督作品へも、積極的に出演している。 出演する映画のジャンルは不特定であるが、本人は小さな映画、パーソナルな映画を大切にしたいと語っている。映画に対する思い入れは強く、世界感覚を変えたと語る監督に、ジョン・カサベテス、ビクトル・エリセ、ソーマイ・シンジを挙げ、映画との出会いは、カサベテスの壊れゆく女、エドワード・ヤンのこれ以外少年殺人事件であったという。映画監督のリアイビは、 装飾系で、ハニカミアの印象を持たれているが、それらと同時にハプニングを楽しむ破壊衝動を合わせ持つ肉食系の二面性を持っていると語る。また、芝居に対しては演出の意図以上の深い解釈を提示し、2010年代に入っては監督との意見の食い違いも取り込める幅の太さを身につけてきていると評した。テレビドラマ、スペック。 警視庁公安部公安第5課未章事件特別対策係事件簿に出演した影響から2020年9月に行われ300人が投票に参加した坊主頭が似合う俳優ランキングでは市川海老蔵や市原隼虎をしのぎ1位を獲得した複数国の合作映画を含むありがとうございます